ビクトリア・エウヘニア劇場、ビクトリア・エウヘニア劇場の内部チリーダ、レク美術館サンセバスティアン音楽週間は、スペインバスク州ギプスコア県サンセバスティアンで、毎年8月に開催されるクラシック音楽の音楽祭。1939年、地元のホテル経営者や商人たちによって創設された。当初はもっぱらオペラが中心であったが、1960年代末より、 動員数が落ち始め、オペラのコンサート版しか演奏されなくなった。そのため1980年代からリニューアルが図られ、オペラ上演が復活した。さらにバレエ、オーケストラ、室内楽、合唱、古楽、現代音楽、オルガン、子供のためのコンサート、若手演奏家の演奏会などと次々と規模が拡大していった。こうして、当初は8月の2週間のみだった。 音楽祭は丸1ヶ月行われるようになった。会場は1940年からビクトリア・エウヘニア劇場が使用されており、改装のため1999年に閉鎖されたが、2007年に再開した。工事の間、文化会館が使用され、劇場の再開後も使用されている。他に、サンセバスティアン大聖堂、ミラマール宮殿、サンタ、テレサ修道院、 チリーダレク美術館などが会場となる。ありがとうございます。